T-21 豆戦車はソビエト連邦の試作戦車である。1920年代末にソ連は複数の豆戦車を開発した。T-21 はそのうちの一つである。1929年に開発に着手され、翌年には他の豆戦車の開発に比べると比較的早く生産可能な体制が出来上がった。 開発が完了した1930年に早速試験が行われ、ひとまず合格した。しかし他の豆戦車と比べても特に走行などの面で貧弱な T-21 は多くの欠点が指摘され、年内にこの欠点をある程度修正した上で、再び試験が行われ、ようやく生産が始まった。しかしほどなくして、 大量生産体制に移行した T-27 が豆戦車として T-21 をあらゆる面で凌駕していることが判明するや、いなや生産は中止となった。1年で生産が中止されたものの十数台が生産され、1938年までは一部の部隊では運用されていた。それ以降の実戦運用の記録はないが、豆戦車の中でも特に軽量な T-21 は、戦車をそのまま航空機で輸送する計画があった、空挺部隊に資料などが提供された。第二次世界大戦勃発後ハンガリーで製造された、トゥランなどのライセンス元である、チェコスロバキアシコダ社開発の抽選者にも T-21 が存在するが、特に関係はない。ありがとうございます。